皆さん、こんにちは。良い一日を。本日のニュースレターには、以下の主要なニュースが含まれています。四川少女長県阿古津鎮の雪山関は吹雪となり、山全体が銀色に染まった。広瀬千湾族自治区、激しい雪や氷による深刻な被害が続いている。各県の中心から村々へ向かう定期バスが全て運行停止となる中、 どうしても故郷に帰りたい人々は雪空の下を歩いて故郷へ向かう。悪天候や停電の影響で9号、道一市、はじむひら、安順、霊波、進む景、明ら通、西省の中小規模の8空港で依然閉鎖が続いている他は、民航総局は現在、関連の空港や航空会社と協力して、 足止めされている乗客の誘導や対策に全力を尽くしている。すでにチャーター便など22便を手配済みで、さらに追加便の緊急手続きを行っているということだ。奇襲省では、50年ぶりの大雪に見舞われ、凍った道路で滑ったり、雪の重さで折れた木が落ちてきて死亡するなどの事故が相次ぎ、すでに12人の死者が出た。12人のうち、 11人が農村部の住民、残りの1人は外里市の住民だった。さらに、飲用水に困っている人が248万8200人、緊急に安全な場所へ移動した人が24万人出ている。各休眠生部門の救助機関では必死の救助活動が続いている。資金1315万元、穀物、 食品1660トン、石炭970トン、薬18,850箱余り、インスタント食品162万個余りなど大量の生活物資が被災者200万2千人の待つ被災地に届けられた。気象市市内区の一部の地域では、配電線路が雪による大きな被害を受け、広範囲にわたって一時停電となった。 石膏省北部地域でにかけて大雪となり、湖州市では積雪が18センチに達し日常生活や仕事に大きな影響を与えた。石膏省気象台によると、石膏省全域雨雪の天気が続き、送電網の一部が麻痺し、一部地域では電力不足に、民家の損壊や農作物被害も相次ぎ、 鉄道、道路、空路などの交通網、有線、無線の通信網が途切れるなどして、多くの人々の生活に被害が及んでいる。広い範囲で大雪が降り続いた。アナリスト予測によれば、中国北部で続く豪雪の影響によって石炭需要が急増空いており、今後短期間で石炭価格が上昇する恐れがある。また、河北。 山西省などの石炭産地でも豪雪による輸送期間への影響から石炭輸送が困難となっていることも今後の価格上昇要因として見られている。四川省などで続いた大雨で重慶市中心部の一部道路などが水没し、三峡ダムはようやく放流量を増やしたものの水位は174メートル近くまで上がっているようです。 カ山一マ1役でマグニチュード7.1の地震が発生した。震源の深さは15キロ。現場は混乱しており、救援活動は緊迫している。三峡ダムの下流で被害が多発していることから、決壊を防ぐため農村が犠牲になっているなどと、治水能力を疑問視する声も上がっている。建設が始まってから、長江沿岸では洪水や、 大規模な地滑りが度重なり、深刻な森林破壊が指摘され、水質汚染もますます深刻になる一方である。原因として、豪の土質が緩く、ラの水の侵食による川床の土壌流出が深刻化し、土砂崩れをもたらしたと指摘した。農業資材価格相場システムのモニタリングによると、の野菜価格は全国的に軒並み値上がり、 豚肉価格は小幅高、卵、穀物製品、食用油、乳類価格はほぼ安定していたという。大雪の影響による野菜価格の上昇幅が大きかったのは順次、河北、天津、山西、河南、先生の各地。気象状況が極めて芳しくない場合、小中学校は休校措置を講じるよう緊急通知を出した。